どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということでちょっとレイアウトがね変わりました。てか変えました。うん、この配置でしばらく行こうかなと思います。あの異論は受け付けません。ただ僕めっちゃ気に入ってんだよね。なんか広々としてるしさ、あとはなんかすごい明かりも良くて、ちょっとこっちが窓なんだけど普通の、うん、めっちゃいいと。で横には大原がいます。いるんですけど、今日はまさかのですね、スーパーセルさんから手紙が届きました。と、ちょっと今もうちょっと開けちゃったんだけど、手紙となんかね怪しい小包が来たんですよね。でこれ今回ねみんなに見せて開封していきたいと思うんですけど、はい、こちらでございます。ちょっとね読んでいいっすか。怖いっすよこれ。いきます。キヨキヨさん、韓国でもらった T シャツです。 T シャツ、 T シャツなんだ。ちょ、住所書いてあるからさ、ちょっとごめんなさい、ね、住所書いてあるからすぐ見せられない。こんな感じ、こんな感じ、この紙袋の感じね。ゴブリンといえばキヨキヨさんなのでお送りします。スーパーセルさんでしょ。ちょっと待って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 、スーパーセルさん中の人ですよね。ねえ、サイズが合えば良いのですが、てんてんてん、ダンシングゴブリンも飾ってください。ダンシングゴブリン、あ、フィギュアのやつかな。ちょっとちゃんと見せますね。はい、これが書いてあります。で、ここにはね、あのスーパーセルの方のお名前が書いてあるので、ここはちょっと一応伏せさせていただくんですけど、ゴブリンといえばキヨキヨさん、ちょっと中の人、ちょっと、しかも僕このお名前書いてあるんですけど、この方そういう悪乗りする方じゃないのよ。いや僕もねこう何回も会わせていただいてて、あの一緒にオフィスでねお会いしたりとかもするんですけど、こんな悪乗りする人じゃないのに、これもしかしたらなんかこれゴブリンの魔の力が働いてるかもしれないよ。ということでちょっと見ていきたいと思います。ちょっとね住所がね載っちゃってるんで、これか、 T シャツ、これだ、これだ、2個入ってる。すごい。ゴブリン、待って、これ楽しみだな。なんだよ、すごい。あ、違うわ、俺これゴブリンって書いてあるのかと思った。これ全然違うね。これはジルダン、ちょっとよくわかんないけど、白から開けていくか。白はさ普通に着やすいね。うん、なんかその日常でも着やすいかもしれない。ちょっと開けますね。いや楽しみ楽しみ、ありがとうございます。セーバーセルさん、チラーン。うおー、あれ大原、このさ、このシール持ってなかった？大原持ってる。なんかこういうシールさ、スーパーセルさんがいただいて、確か。え、違う、大原、待って、大原ダンシングウィズゴブリン。大原の、大原のスマホ貼ってある、ゴブリンシール貼ってある。俺のスマホ、おさらすんじゃないよ。何で貼ってあるんだよ、ゴブリンシール。じゃあ電車でね、電車でこのシール貼ってた。やめてやめてやめて。大原ね、最近一応俺は変装してんでしょ。してるよ。俺インターホン、あそこにあるんですけど、ピンポンって押すじゃん。今日はマスクだけだったけど、1ヶ月前とか、なんかニット帽に深いマスクみたいな。うわ、もう芸能人感出してきた、ついにって思って。それただ寒かっただけだ。寒かった、確かに寒かっただけだ。ちょっとこれ着たいと思います。ちょっとやばない、いいな、これ。しかもこれね、え、ちょっと触ってみ、このさ、この感じわかる？ああ、わかる。あの普通のシールじゃないの、プリントじゃない、なんかそう埋め込み型、ほらわかる、このこうワッペンみたいな、ワッペンっていうか何、シールみたいな、シールみたいなって、ここがプラスチックの人の、あの T シャツもあるんだけど、これなんかね埋め込んであんの。なんだろうこれ、だから乾燥機でやっても多分大丈夫なやつなんだよ。ちょっとなんすかなんすか。いや、このスーパーセルの方本当にいつもねお会いすると、はい、あ、なんかよろしくお願いしますみたいな、すごいね、すごい温厚な方で、はい、真面目で、もうすごいなんかもう何、お世話すごいしてくださる方なんですよ。めっちゃいい人なのに、ゴブリンといえばキヨキヨさんなのでそんなこと言う人じゃないのにと思って、年齢はっちゃけるタイプ。いいね、どう、お、いや似合ってる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 、ゴブリン。これ普通にさ、普段着で使えるくない？全然渋谷行けるよ。いや全然ね、なんか白だから普通に、でここにちょっとジャケットとか流行ったらちょっとおしゃれじゃない？今から渋谷行く？いやねえや、渋谷はそんな好きじゃないけど。ジャケットあるけど出すの大変だったわ。出すの大変だった。これいいね、これ。じゃちょっとこれもね、しかもサイズぴったりです。ありがとうございます。サイズぴったり、これ気になるよ、これ。緑、いや緑はヤバすぎでしょ。ゴブリンから、あ、あ、イサキと一緒のやつかな、ダンシングゴブリン、さっきと一緒のやつ柄はね。ただ真緑っていう、真緑、ユニフォーム感だ。これ着れるじゃん。これずっと着ろってこと、これ。うわあ、いいね。おお、ぴったりぴったりよ。ありがとうございます。これガチ、ガチゴブリンカラーな。ガチゴブリンカラーでしょこれ。何これ。へへへへへへへ、おいほ、えほ、えほ、えほ。俺さ、自分っていうのもなんだけど似てない？似てるね。えほ声も似てんだけど。声もちゃんと似てるよね。挙動がね、一番似てる。本当に？え、めっちゃいいじゃん。あれです、本当に。で、ちょっと気になるのが、気になるのがね、ダンシングゴミ。あ、これだ。オフ会とかでたまにもらえるやつ。ゴブリフィギュア。うん、すごい、あの、何？レアなやつだよ。
ワンチャンシークレット出るんじゃね。そう、ちょっと開けるか。で、これ階級がありまして、はい、こういうねポーズがあるんですけど、このシークレットのなんかバレリーナゴブリンみたいのがね、多分ね誰も持ってないんじゃないかな。あ、でもあれか、シークレットだからもう本当に少数の人しか持ってない。ちょっと開けたいと思います。いや、いいね、ちょっと楽しみだわ。いきますよ、開けます。オープンザゴブリン、ピロン、あ、ピロン、ん？ん？あ、これ普通の、こやつだ。ちょっと開けます。はい、こういうね、ヒヒーみたいな感じで、ね、この、あ、でも踊ってるね。で、これ、これがつい、下のやつついてるんで、こういう感じでね、飾っとけると。いや、これはね、これはゴブリン3連いきたいと思います。ちょっと、もう一個開けますからね。ちょっと熱い、ちょっと、クーラーするんで。熱くなってきちゃった。なんかこの部屋さ、熱くね、ここの日光がすごいよね。そうだね、多分今、この窓から入ってくる日差しがあっとあったけど、日差しがね、冬なのにさ、半袖で、だから俺結構コメントでさ、急遽お前冬なのにお前半袖じゃんってなるんだけど、だから日光めっちゃ入ってくんの。だから僕絶対南向きなのよ、物件。あ、大原がね、一人暮らし物件見つかりました。え、これ言ってよかった？でもいいけど、うん、住所は言うな、それは言っちゃダメだよ。大原、ついに一人暮らしの男ということで。はい、一人の男です。一人暮らし、よろしくお願いします。女の子連れ込み放題じゃん。いねえよ。ドゥデン、これ喜んでるゴブリンだな、これは。しかもこれあれだね、横と繋げられるから。ほんとだ、ほんとだ、そうだね。よし、ほら、この感じ。はい、こんな感じでございます。こう、なんかこうステップ踏んでるよね、こう、こうね、ででつつつってつってででってね。はい、これ横とつなげられるんですよ、これ。ほら、こう、ほらうわー、なんだよこれ。で、最後ラスト、このシークレット当てたいね。ちょっとさすがにシークレット来てくれ。シークレット持ってる人いんのかな。ドズさん持ってんのかな。あ、確かにね、結構ね、いただけたりするんですよ、僕あのイベントとか行くとね。シークレット1ミリもないんで。シークレット、カムオン。なくね。あ、これか。うわー、ざけんな。うわー、なんかちょっと待って、視聴者さん今何も分かってませんよね、ごめんなさい。これどういうことかっていうと、これね、僕見た瞬間にこういうゴブリンだと思ったの。こういうこれ絶対ねえなって思ったの。なんだけど違うわ、これあの逆さゴブリンで、逆さゴブリンだったわ。いや、惜しかった。惜しかったね。はい、こんな感じでございます。これが僕こう見えたの。ただこれワンチャン、これシークレットなんじゃないというか、もはやシークレットにもないんじゃないかと思ったんですけど、これね、普通のでした。まあ普通のでもね、こう見てくださいね。こう、こういう感じで、こういう感じで繋がることができるんでね。ちょっとこれ置いとくか。あ、じゃあ、まあここが適切な置き場所なのかわかんないけど。あ、でもいいんじゃない。いいね、様になるね。ということで、あのスーパーセールの方ありがとうございました。あのちょっとね、またねゴブリン動画出します。ゴブリンの韓国でもらった T シャツです。ゴブリンといえばゆうきょうさんなのでお送りします。今度さ、お送りしますがさ、真面目なのにさ、前の文章がすごい。ゴブリンといえばきゅうきょうさんなのでお送りします。サイズが、サイズ完璧でした。ありがとうございました。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録こちらもし、そしておすすめ動画ありますんでね、罠みたいな動画の方ぜひ見てみてください。かなりゆる動画でございました。ということで、ご視聴ありがとうございました。